のくらいなんだ。今日はモルタリングはいロッククライミングじゃないからね。みたいな感じ。ロッククライミングみたいな。あの角度が急なやつとか簡単そうに見えるけどね、難しいのかな。ね、初心者用はやっぱあっちなんだ。角度があんまついてないやつ。ついてない。こっちはめっちゃ角度がついてる。まあ、やったことある。一回やっただけ。うち一回だけ。挑戦しましょう。いけるでしょ。じゃあ見せてもらおうか、世界の今か。コースの情報が書いてますので、必ず中を見てからコースの上まで確認していきます。でまずここにアルファベットがあるのはコースの名称ですね。7キロの A コース、B コースという形でアルファベットが振ってあります。でコースなんですが、同じ色のホールドしか使えません。使っていいホールドの色をこの中に書いてあります。はい、ここで色を確認してください。このプレートの色とホールドの色は一致してませんので、必ず使っていいホールドの色、ここで確認お願いします。色を確認したらゴールまでどこについてるかな、どうやって登ったらいいかなっていうのを考えてから登り始めていただけたらと思います。ゴールにはゴールっていうあのテープが貼ってありますので、そこまで同じ色のホールドを使ってください。これそこまで大丈夫ですかね。はい、はい、ねおお、ありがとうございます。あれも1枚だよ。緊張がバスバス押せるの？右足、で、あの赤いとこにもあるじゃん。これダメだ。それダメだ。この上のは平気だよ。上のは。上のその上のその目の前にある。そう、それは平気だよ。それありなんだ。もう右上しかない。ゴールしかない。ゴールしかないよ。両手両手両手。ナイス。はい、ナイス。おい。ほぼジャンプだよ、ほぼジャンプ。いける気しない。あれで、ちょっと飛んで、うん、右手と足を同時に。あ、そういうことね。
うん、金が、金がなかった。レッドブル飲まないと。金をください。あれがもう左の方、左これ、もうゴール行けんの、左にあるよ。そうそうそう、そう力みまくりっす。そうだね、リラックス完全に重心移動がやっぱ下手だね。腕の力に頼りすぎてる。末端に頼りすぎてる。筋肉に物を言わそうとしてるけど、それじゃダメだ。ダメだね。戦えない。戦えない。もう体の中心からでも動かしていかないとね。
コース読んでね、うん、予測ね、サッカーみたいな。どの辺が楽しかった？あのね、そのね、無理そうかなって思えるところにをなんかこう攻略して考えて戦略立ててこう行くところ、まあ、すごくなんか、なんだろう、頭使うし、なんか体の使い方だけじゃなくて、そうだ、筋肉だけじゃないもんね。そう壁を使うっていうのが、そう、それがでかかった。ブロックだけじゃなくて、そう、壁も使ってっていう、うまく利用する、そう、うんうん、あとでも単純に指の力ないな。そこ慣れてきたら、そう、慣れてきたどこでね、抜いたりとかすることが多分できるから、うん、やっぱやってみないと。明日やばい、明日どうなっちゃうんだろう。ちょっと不安。次はどこかな。次どこ行こっか。次そうそう、なんか食べ物行きたい。食べ物美味しいもんもいっぱいありますもんね、あつきは。お疲れです。流して給料日の後ね。給料日あるんですか。ある。じゃあまた次回期待してる。次回、はい、楽しみに。ありがとう。